morning.日本では重力についてこれまでたくさんの研究が行われてきました。中でもあなたの理論はとても人気があります。日本の研究者の取り組みはよく知っています。誰かがブラックホールの謎を解決してくれることを期待してるわ。 If the black hole LHC 実験ではブラックホールが発生する確率は非常に大きいとされているので、発見はそう難しくないと思うんですよ。ランドール博士はブラックホールについて独自の見解を発表されましたよね。確か6月でしたっけ。そうよ。ここにいなければ今頃その論文の仕上げにかかっているところよ。日本に来なければその論文はとっくに完成しているはずだったんだけど、あともうちょっとというところで日本に来ちゃったから。そうね、今回の実験でブラックホールが作り出せるかどうか、エネルギー的にはちょうどギリギリといった感じね。観測するのは難しいかもしれないわ。もし観測されるとしたら、2つの非常に大きなエネルギーを持った粒子が出てくるような状態かしら。私の言ってる意味わかる？そういう状態を観測すれば、ブラックホール以外でも重力に関する面白い発見があると思うわ。実験によって理論を立証するのはとても難しいことだと思います。この先あなたの理論が LHC 実験によって証明されると思いますか？例えば紐理論は絶対とは言わないまでもほとんど立証不可能のように思えるんですが、実験で検証しやすい特別なモデルでもあればいいんだけど、実験を積み重ねても異次元の存在を証明するのは難しいのではありませんか？理想的なのは実験から理論が導き出されることね。でも私の理論の中にも立証ができるものとできないものがあるわ。物理学の現状についてどう思っていらっしゃいます？毎日ワクワクしてますか？そうね、今は LHC 実験が佳境でどんな結果が出るか楽しみだけど、でもパッとしない日もあるわ。私の思いついた理論を実証するのはそもそもとても難しいし、 LHC で実験しきれないこともあるわ。でも最近は実験の精度が上がって理論と密接に結びついているでしょ。そこから新しいアイデアが次々と生まれているわ。この間私たちの理論を検証するために新しい装置が使われたのよ。アイデアを実証するのは本当に難しいけれど、難しいほど挑戦しがいもあるわ。どういう理論なら実証できるのか、どんな方法を使えばいいのか、難しいけどやりがいもある。でももっと簡単にいけばいいのにと思うこともあるけどね。最新の研究成果を交えたランドール博士の特別講義は若い研究者たちに大きな刺激となりました。やっぱりすごい何でも丁寧に答えてくれて、なんかすごい分かりやすく、なんかしか伝えようということがなんかすごいちゃんと伝えてくれようとしてくれて、なんか非常に分かりやすくて、なんか非常にありがたかったんですけど、僕なんかまあ理論家じゃないので実験家として、まあ理論の難しいことは分かんないですけど、でもそれでも絵とか描いてくれて分かりやすく教えてくれたんでよかったですし、とても魅力的で、はい、そうですね、喋ってて、なんかいろいろと想像力が湧くような感じでした。次会う時までには実力をつけて、もっと研究のことについて議論できるようになりたいです。日本を去る前日、
ランドール博士は若き研究者たちと夕食を共にしました。みんな正座ができるなんて信じられないわ。礼儀正しい座り方なんです。長時間は耐えられないですよ。本当？あなたはできる？講演会や講義を通じてお互いに心を通わせたランドール博士と若者たち。話題は研究に対する取り組み方や将来に対する漠然とした不安などへ移っていきました。やめたくなる時とかそういう時とかってあるんですか？Was there any time you wanted to quit your job? いい質問だわ。研究をやめようと思ったことはないけど、でも自分のやってることが本当に意味があることなのかどうか疑問に思うことはあるわ。うまくいく時もあればうまくいかない時もあるのよ。研究をやってるとどうしても行き詰まることが多くて、そういう時はとてもストレスがたまるわ。でもまた必ず新たな興味が湧いてきて面白くなってくるの。あなたたちだってふとアイデアを思いついたらすぐに実行したいと思うでしょ。何かとてつもなく重要なことを解明しているのだと感じたり、誰も思いつかないような発想が浮かんだ時とても幸せでしょ。あなたたちのモチベーションは何？将来の大きな目標というか、ずっと考え続けている目標と、ごく身近な目標、例えば今日自分ができることとか、その両方が大事ですよね。その通りね。大きな問題をいきなり解決するのは不可能だもの。僕は誰よりも早くブラックホールを発見したいです。みんな本当に科学が好きなんでしょ。でも今後の物理学の行く末や自分たちの将来にちょっと不安を持っているのよね。それはごく自然なことよ。物理を学ぶものなら世界中の誰もが同じように考えたり悩んだりするのよ。だって物理は常に未知の世界への探求ですもの。